すいません、ちょっと、録画しようと思って、なんかかっこよく発音、なんか言おうと思って、なんか失敗してて、今、テイク10ぐらいですかね。なんていうんですかね。これって、実は、iPad とか iPhone とかでも、外でできるんですよね、Ustream って。Ustream もできますし、まあ、ブログの更新も多分外でもできられると思うんです、皆さん。でも私はデスクトップでしか出てないんで、わざわざこれをしに帰ってきてるんですよ。止 まりゃいいのに、みたいな。だから明日もまた、ここから、店から出張先に行くんですよ。もう泊まる用意をするのがめんどくさいんですよね、この子。本当めんどくさいっていう言葉使っちゃいけないんでしょうけど、次に朝着るものをこう前の日から用意しておくので、私旅行好きだったんですけどね、旅行はいいかな、みたいな感じですから、ちょっと、あんまりこう、そういうこう、感じになってるのってよくないんでしょうけど、なんかダメですね、この子は。めんどくさいっていうことを言う友達に、めんどくさい、誰かによって言いながら、いけませんね、本当に。めんどくさいはいけませんけれども、それでですね、土曜日の夜は、なんか、一つのブランドをぐっと掘り下げて、なかなかわかりやすくこう紹介してくれる番組があるので、これはまあ、いつも録画してくれてるので、必ず見ます。ライカのとか、それからこの間は大倉の器ですね、の話であるとか、今日は何があってるんでしょうかね。必ず見たいんですよ。それを母と一緒に見るというのも目的で帰ってきました。テレビの趣味がすごく合うので、母と一緒にテレビ見るのは楽しいんですよ。で、私が喋り出すと、母が、あなたと一緒に見るのは見たくだけ私は一人で見たいって言い出すので、母の前ではぐっとこう我慢しないといけないんですね。ということで、ちょっととりあえずブログを早く書いてしまって、テレビ行こうって感じですかね。ちょっととりあえず今日は。で、すみません、頭が回ってないので今日は すみません、うだうだトークで失礼しました。明日もよろしくお願いします。